親がいないというか、大人がいない状況っていうのがどうしても生まれたりとか、言い方が正しいかどうかは分かんないですけども、ネグレクトっていう言葉が正しいですかね。児童養護施設、虐待されている子どもや保護者のいない子どもを養護する施設だ。しかし、施設を出たものの社会的に自立できずに苦境に立たされる若者も多い。そんな中、大家業とリフォーム業で独立した若者がいる。岐阜県に住む荒川優さん、27歳。荒川さんは小学校4年生の時からおよそ8年間、児童養護施設で過ごした。99センチですね。苦境を乗り越え、挑戦を続ける若手大家を追った。その安定した収入、安定した成功じゃなくて、僕はもっとビッグになりたいって思ってるんですよね。不動産投資を学ぶなら、楽町ファーストロジック。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい。荒川優さん、27歳。昨年大家デビューを果たし、現在は戸建てを2戸所有している。金持ち父さん、貧乏父さんっていうのがあると思うんですよね。それをまず読んで、その関連書籍っていうか、不動産投資の著名の方が書いた本を読んでみたりとかして、あ、なるほど、不動産って単純に貸すだけの仕事じゃないんだっていうことをまず知ったわけですよね。で、なんかより生活に近い業態でありつつ、より人に寄り添える形っていうのは僕に合ってるんじゃないかなっていう。荒川さんが買ったのは、岐阜県鏡原市にある2つの戸建て。価格は80万円と250万円だった。物件購入のために貯めた自己資金は600万円。工場でのアルバイトなどで貯めたという。基幹工自体が大体4、50稼げるんですけども、僕入った時って10人入ったんですよね。最初の1ヶ月で5人辞めてって、残りの3ヶ月以内で残りの3人ぐらい辞めてって、半年以内で2人のうち1人辞めてくると。まず昼夜逆転っていうのと、体力が持たなくて辞めていくのと、あと人間関係がうまくいかない。僕はですね、1年ぐらいだったかな、1年ぐらい。やっとの思いで買えた物件だったが、中はボロボロの状態だった。その時にやっぱ迷ったんですよね。これを直していくか、もう諦めてサラリーマンやるかみたいなところで、一抹の不安を感じたが、荒川さんは DIY で物件の再生に挑戦した。それでは今日は改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。リフォームの最中、この物件は不動産投資家の広野内智樹さんが初心者大家さんにアドバイスする人気企画、ボロ物件に突撃でも取り上げられた。広野内さんの本を読んだ荒川さんが、ぜひアドバイスが欲しいと自ら企画に応募した。アドバイスの甲斐もあってか、物件は現在どちらも入居がついている。合計8万円ほどの家賃収入が入ってきているという。5棟戸建てぐらいになったら、6棟目からはアパート行きたいなっていう。生まれはもともと美濃加茂ですかね。親父がこう家を作って、そこで住んでたって感じですかね。8年間もの間、児童養護施設で生活した荒川さん、家庭環境はどんな状態だったのだろうか。母親も母親でちょっとやりたいことがあって、ちょっと家にいなかったりとか、父親も父親でちょっと仕事でちょっといなかったりとかして、要するに夜親がいないというか、
その、 大人がいない状況っていうのがどうしても生まれたりとか、うまく家庭っていう歯車が回ってなかったのかなっていうのはありますよね。言い方が正しいかどうかは分かんないですけども、ネグレクトっていう言葉が正しいですかね。その言葉にするというのは、家庭環境を見かねた小学校側の判断で施設に引き取られることになった。4年生の、今でも覚えてるですね、6月13日ですね。連れていく流れとしては、まあお父さんお母さんちょっと大人の話があるからね、僕たちはちょっと別の場所でちょっと待ってようかっていう形で車に連れて行かれるんですよね。まあ中にこうお菓子とかあって、お菓子食べながらその子ども相談センターっていうところに連れて行かれて、しばらくの間はちょっとお父さんお母さんたちと別のところで住むことになったからっていうことを伝えられて、施設の方に移るんですね。荒川さんが入ったのは岐阜県内にある児童養護施設。1歳から高校3年生まで50人ぐらいが入所していたという。施設での生活について荒川さんはこう振り返る。まあ、いろんな人いるですよね。まあ、お父さんお母さん亡くなって施設にいる人もいれば、薬物で両親はちょっと病院に行ったりとかっていうのも全然あるし、そこでの生活は僕はあんまり馴染めんかったですよね。いても立っても人かみたいな感じですよね。やっぱり一人になれる時間っていうのは逆にないし、まあ長時間同じ人と過ごすっていうのは、要するに嫌いな人も出てくるわけですよ。そう、その嫌いな人と一緒に過ごさないといけない毎日っていうのは苦痛でしかなくて。そう、18歳で施設を出た荒川さん、当時から経済的自立を目指し、チャンスをつかむため上京することにした。一旗あげるには東京しかないやろうみたいな、なんか勝手なイメージ、そう、なんか東京行けばなんかあるだろうみたいな。現在児童養護施設に入所できるのは原則18歳未満、最長でも22歳までとされている。しかし施設を出た後、自立できずに苦境に立たされる若者が後を絶たず、政府は年齢上限を撤廃する方針を固めるなど対策に乗り出している。実際に荒川さんも施設を出た後、多くの苦労を経験した。まず僕とりあえず学歴がなかったんで、専門学校か大学出とかないかんやろうと思って、でもお金がないみたいな感じだったから、新聞奨学金みたいなのを借りていこうかなと思ったんですけども、もう想像していたよりも学業とその新聞奨学金の両立ができないというか、両立はでき、卒業はできたとしても身にならないというか、これじゃ本末転倒だということで、ベンチャー企業でこう働いてみたりとか。ベンチャー企業でフリーランスの営業を始めたが、飛び込みでこう営業してたんですけども、一日中こう100件200件ピンポン押しても制約が取れない時で、やっぱり本当に心折れるというか、20代まだ前半の時に社会のしんどさというか、お金を稼ぐしんどさというか身に染みて知ったんですよね。僕が戦っていく立ち位置すらもなくて、そう、だからもう立ち位置すらないところで戦ってもダメだと思って地方に戻ってきたって感じですね。地元岐阜に戻ってから着実に大家の道を歩み始めた荒川さん、最近新たな事業にチャレンジした。なんか工務店の人にはプロ並みの道具だねって言われたけど。勤めていた会社を辞めて独立、自分で道具を買い揃えてリフォーム業を始めたのだ。リフォーム業を選んだのは自身の賃貸業にも生かせると考えたからだ。依頼数って大体どれぐらいになりますか？20件ぐらいですかね、月に。まあ、ちっちゃいのも合わせると30件ぐらいあるんですかね。で、毎日何かしらあります。まあ、帰った後もこう発注とか事務仕事が残ってて、やっぱ一人でやろうと思ってなかなか大変ですよね。どんな仕事をしているのだろうか。この日2つの現場に向かうということで同行した。一つ目の現場はこちらの戸建て、築およそ50年という
築フル物件だ。こちらですね。築年数が古く、室内は修繕する箇所が多そうだ。やっぱここもまだ床がふかふかしててですね、ここにもまた板乗っけてあげて強度を作ってあげる。荒川さんが自立できた背景には周りの人たちの助けがあった。地元の工務店の社長田口さんも荒川さんを支える一人。荒川さんにリフォームの仕事を紹介したり技術を教えるなどして支援している。そうだね、この若さで25歳やったか27か、ね、家もう2軒買ってね、自分で直してもう親さんになっちゃったと。勉強して電気の資格も取ったりして、ね、自ら生きる力をつけて素晴らしい青年だと思って支援してますよ。そう、僕よりも長く生きられてる方やっぱいるので、やっぱそういう人、僕よりもやっぱりなんかいろいろ知ってるので、そういうところからいろいろ吸収してってですね、やっていこうかなとは思ってますね。楽町チャンネルを運営するファーストロジック、私たちは誰もが安心して不動産投資ができる社会を作っていきます。この思いに共感してくれる方、私たちと一緒に働きませんか。この日は床の張り替えのために合板を敷いていく作業を行う。壁の形が複雑な部分は形に合わせて合板を細かく切っていく必要がある。今後自分の、歩んでいく上での、積み重ねになっていけばいいかなと思ってですね、これを機になんかちょっとどっかのお手伝いをしたりとかもなるかなと思ってですね、実績は将来的に信用につながるというかですね。作業開始からおよそ3時間、次の現場に行く時間となり、作業は一旦終了となった。次に向かったのは鏡原市にある戸建て。地元の有志団体が借りていて、地元食材を使ったお弁当の販売と子ども食堂を運営している。お邪魔します。どうぞ。すいません、失礼します。お願いします、こんな感じでこの洗面台結構年式があるんですけども、これ外してこの洗濯間も外してクッションフロア貼ってあげて、今回は洗面台を取り替えてほしいという依頼だ。洗面台の汚れがひどく使えずに困っていたという。代表の加賀美さん、以前荒川さんの物件に入居を検討したことがきっかけで荒川さんと知り合った。荒川さんの人柄に惹かれ仕事を依頼することにしたという。素敵な方だったので何かいつかどこかでお会いできたらいいなって思ってた時に、今回その洗面台の話でご紹介、荒川さんにやっていただいたらどうだろうって、じゃあぜひお願いします。じゃあちょっと早速ちょっとバラシから、まずは古い洗面台を取り外すところから始める。この後クッションフロアを貼っていきます、はい、床きれいにしとかないと凹凸が出ちゃうんで、
いろいろやらないといけないのが大変ですよね。段取りがいつも毎回違うんで、やっぱり思ってたことがやっぱ蓋開けてみるとやっぱり全然違ったりとか、ビスが効くつもりで考えてたけども、いざビス打ってみたらあれ全然ビス効かんやみたいなこととか結構あったりするんですよね。新しい洗面台を取り付けようとしたとき、想定外の事態が。合わないですね。シンクの排水を床の排水管につなげる部品が合わないことが判明した。作業を中断して部品を買いに行くことに。ちょっと材料足らないので、ちょっと買いに行ってきますね。あ、はい。今もう昼の3時なんですけど、お昼ご飯食べないんですか？お昼ご飯食べたいですね。なんか、お腹空いてきたっすね。やっぱ昼飯食べないかんっすね。普段食べずにずっと作業することもあったりするんですか？そう、なんか仕事、作業しちゃうと、ご飯、なんか食うの忘れちゃうっすよね、いつも。お買いだけで。近くのホームセンターで無事部品を購入できた。さっきまではこれがもうそのまま、よいしょ、もうクタクタやもう。およそ3時間後、無事設置が終わり、作業終了となった。カビだらけだった洗面台が取り替えられ、見違えるほどきれいになった。完成しましたので。いや、すごい。うん、なんでですか？だって、お化け屋敷みたいな場所だったから。ああ、お化け屋敷だった。お化け屋敷だったですよ。はい、いやー、すごい。感激です。あの子供食堂とかね、やると、子供さんおトイレ行ったりとかするし、手も洗うじゃないですか。その時に、ごめんね、ちょっとカビとかあって怖いんだけどね、とかっていうふうに言わなきゃいけなかったのが、もう怖くなく入れるよって言えるかなって思いますね。仕事終わりにはこんな嬉しいお礼も。弁当を作りました。前召し上がっていただいた時に美味しかった、美味しかったって言ってくださったんですよ。なんかごちそうって思えるご飯食べましたって言ってくださったので。そんなこと言いましたっけ？言った。じゃあすいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。名義もらっちゃいましたね。嬉しいです、こういう嬉しいですよね。結構お客さんからいろんなジュースとかお茶とか、結構いろいろいただくんですよ。じゃあいただこう。いただきます。美味しそうですよ。梅干し好きなんですよ僕。あ、そうなんですか。うん、まあ、梅干しめっちゃうまい。うん、めちゃくちゃうまい。うん、児童養護施設から社会に出て、さまざまな苦労を経験してきた荒川さん。彼はそんな経験を前向きに捉えている。結構施設育ってる人って自信というか、施設に育ったからもう俺はもう終わりだみたいな、なんか僕はそうは思ってなくて、施設に育ったからっていうプラスの方向で考えれるきっかけになればなっていう、それが話せるっていうだけでも僕は施設にいたっていうメリットはあるのかなとは思いますよね。うん、それっていうのは逆に施設にいなかった人が話せることではないし、まあ、僕にしかできないことというか、うん、そんな荒川さんには同じような立場にある人を支援したいという思いがある。
そこで自身が自宅として借りている戸建てを児童養護施設出身者歓迎のシェアハウスとして運営することを思いついた。ちょっと家具揃えて、周りに小学校とか中学校も近いので、うん、駅もここから15分ぐらい、うん、さほど、まあ、通えない距離ではないかなっていうところですね。児童養護施設とシェアハウスのマッチしているところっていうのがあって、もともとその集団生活されてたっていうところで、集団生活っていうものに免疫があるっていうところでの抵抗感がないっていうところと、ワンルームだとどうしても家具家電揃えないといけなかったりするので、一人に対して一つの家電が必要になってくるんですよね、うん、そうするとどうしても初期費用が必要になってしまうので、うん、まず数家電揃えなくてもいいよねってところのあれがマッチしてたなと思って、そうシェアハウスなんですけども、施設の方が自立できる踏み台になっていただければ僕はそれでいいのかなっていうところですね。しかし競合物件が多く客付けは苦戦中で、まだ入居者は決まっていない。今後どうしたら客付けができるかを模索していくという。自身の将来像について聞いてみると、こんな答えが返ってきた。不動産投資って安定してるよねっていうふうに言われるんですけども、僕は目指してるところって、その安定した収入、安定した成功じゃなくて、僕はもっとビッグになりたいって思ってるんですよね。そう、ごめんなさい、なんかすごくなんか大それたこと言うことになっちゃうんですけども、有名になりたいとかも別に思ってなくて、お金は欲しいって思いはあるんですけども、別にその何か欲しいってわけでもなく、いい車に乗りたいってわけでもなく、俺は偉大な男になりたいっていう、なんかルフィみたいな感じですよね。俺は海賊王になるぜみたいな感じで、無謀な挑戦に近いですかね。荒川さんは今日も挑戦を続けている。